交流会を開催します。本日司会をやります、岸岡です。よろしくお願いします。では、開催に先立ちまして、今回の方に出らっしゃいます青空高校神奈川会長の池原康典様よりご挨拶をいただきます。皆さん、おはようございます。いつも川崎小学校学校教育の方に対しまして、また PTA クラスに対しましてご協力ご理解いただきまして誠にありがとうございます。川崎小学校はですね、来年3月に閉校することになり、非常に寂しいことではございます。しかしながら、この4月から川根地域の皆さん、保護者の皆さん、それからふるさと川根を離れて暮らしておられる川根出身の皆さん、その皆さんはですね、学校がなくなるなというその寂しい思いを、なんとか子どもたちの学びのエネルギーに変えて、子どもたちが元気に川根小学校頑張ってますよということを発信して広く広めて、よし、ところは離れてもあちらも頑張ろうという、そういうことになればなということで、今半年頑張ってきているところでございます。この度はですね、9月に一本の電話をいただきまして、私は川崎小学校の卒業生です。川崎小学校が閉校するときに聞いて、何かしたい、何かできないかなと思ったときに、子供がですね、神楽を習っている川根の篠原地域のご出身であります池原さんに、子供たちが神楽を習っているという電話をいただきまして、神楽を体感でしたいなと、それを今日できたということでございます。川根の子供たちはですね、一輪車が自慢で、この一輪車も40年続いているわけですけど、いろんなところで一輪車を発表することに大変喜んでいただいております。川根の小学校の得意技だったら一輪車かなと、今日は地域の皆様、それから今日久しぶりにふるさとに帰ってこられた皆様、それから神楽座の皆様ですね、川根小学校の子どもたちの得意技を見ていただいて、川根小学校頑張ってますよということをみんなで感じていってくれ
ただけたらなというふうに思います。今日のこの会なんですけれども、篠原の池原さんがですね、子どもたちに広島の方で神楽を教えておられるということでございます。その中に宿営出身の、旧姓品川さん、お母様にあたるんですけれども、そのお母様の子どもさん、それから隣の口間の上田地域の方もおられるようで、そのまあこちらで言うと孫にあたる方がですね、神楽を舞っていると。で、多くの子どもさんは広島の方で、カーネットは直接的なね、ゆかりはないかもしれませんけど、神楽を通して川根の神楽がですね、広島で伝えられていて、そういうことに私はひどく感動しておるわけです。全然知らない者同士が神楽を通して川根という今回の平行ということを通して、こうやってですね、一緒につながり合って、地域の皆様と川根小学校、川根地域を今日は一日語っていただいて、思い出に残る日になればなというふうに思います。大変ですね、熱心に秋、高田、高宮の神楽の流れを組んで一生懸命取り組んでおられる青空子供神楽団の皆様です。今日は精一杯見させていただきますので、今日はよろしくお願いいたします。それから、あと今日のですね、後でもご紹介しますけれども、池原様より地域の皆様、小学校に対して大変ご講師をいただいております。今日はその関係でうどんをですね、皆さんに振る舞ってほしいということで、用意させていただいておるところでございます。この後また紹介していただきます。今日ですね、話が長くなったんですけど、皆様と一緒に思い出に残る一日にしたいと思います。最後までごゆっくり楽しんでください。どうもありがとうございます。
カーネーション学科の皆さん、自己紹介をお願いします。
6年生、学校の本がお礼を言います。